異世界居酒屋現、星さん。ナロー系でもある程度有名なジャンルである現代料理無双漫画。中世ヨーロッパ風のなぜだか大量にガラスとかが存在するし、下水なども完璧に管理されたと思われるいいとこ取りをした中世ヨーロッパ風の街であるナーロッパのルネッサンスっぽい感じのイタリアのベネチアっぽい場所が舞台の漫画。このナーロッパの漫画で水の都って表現が出たらほぼ 100% 現代のベネチアの街並みを資料として使っているので、ベネチア知っている人族なら現代ベネチアっぽすぎてほえってなるので。ちなみにこの小説のもう一つの居酒屋の部の方は多分ミラノあたりを舞台にした作品です。主人公はそんな異世界と現代が繋がった居酒屋の店主の父ジェ。その父ジェの娘はいつか自分の料理屋を持ちたいと思っているイーナ漬けを弟子として連れてきて、昔語りの職人である父ジェはなかなか認めようとしないが、そういった感じの昭和トレンディードラマっぽい家族のドタバタファミリーシナリオを見せつつ、そのベネチアの人族の問題だったり課題を美味しい料理を出すことで解決するという日曜のお昼とか深夜にやってそうな感じの漫画。料理漫画と人間ドラマという組み合わせは王道を行く当たるジャンルであり、シナリオの作りがとてもお上手であり安定感がある。スラスラ読めるし面白いので電車内の暇つぶしに最適。